気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は特別編として2020年2月に販売が開始された日産セレナマルチベットです。セレナマルチベットはセレナの車中泊仕様としてオーテックジャパンからリリースされているカスタムカーです。セレナの一部グレードをベースにサードシートを取り外して広大な荷室スペースを確保し、 防水仕様のシートとベッドボードを装備しています。検証する車はハイウェイスター V の肉モデルをベースにしています。車両本体価格は356万5100円。ボディカラーはブリリアントホワイトパールとダイヤモンドブラックのツートーンカラー。それではセレナマルチベッドを見てみましょう。 セカンドシートも防水です。天井にはオプションのサイドマルチパイプとロットアタッチメントを装着し、5本のロットを収納可能です。それではベッドを組み立ててみましょう。まずフロントシートを一番前までスライドします。 次にセカンドシートを一番前までスライドさせシートの背面をリクライニングさせますこのように完全に倒した状態にしますサードシートがないので2室は広々としています右側のベッドフレームの上面に ベッドマットを固定するマジックテープが貼り付けてあります。こちらはベッド収納時に使用するベルトですので、今は使用しません。左側も同様に、ベッドフレームにはマジックテープとベルトがあります。ラゲッジアンダーボックスの蓋の裏側に収納している 二分割されたベッド専用ステーを取り出しますネジとナット部分を連結させます左右の B ピラーにある U 字型受けに専用ステーを上から引っ掛けます 後ろ側ベッドマットの後ろを載せます。オグショータグがリアゲート側に来るようにセットします。後ろ側ベッドマット前を載せます。専用ステートベッドフレームの先端が同じくらい出ていることを確認します。 前側ベッドマットを置く際ののりしろになります。前側ベッドマットを2枚のせます。幅1 3 1ンチ、長さ2 1 5ンチのゆったりとしたベッドの完成です。防水仕様のベッドマットは、 合板とウレタンを組み合わせています。天井までは 83cm もあるので大人が起き上がっても頭をぶつけることはまずありません右側にはカップホルダーが2個と。 USB ソケットがあります左側にもカップホルダーが2個と USB ソケットオートスライドドアの開閉スイッチがありますハーフバックドアだけ開けても開放的な気分を味わえます 片側のセカンドシートを起こせば、ワークスペースなどフレキシブルに活用できます。ベッドを収納します。後ろ側ベッドマットの後ろを乗せます。この時に左右のベッドフレームに取り付けたベッドのバックルをマット上面に足します。 後ろ側ベッドマット前を乗せます後ろ側マットの上に前側マットを重ね付属のベルトで固定しますベッドを収納することで荷室を二段に分けて活用できます 今回、セレナマルチベッドを見てきましたが、日常の買い物からアウトドアまで様々なシーンで活躍できる万能ギアといった印象を受けました。車中泊の場面では室内スペースこそバンベースの車両にはかないませんが、快適な乗り心地に充実した装備が魅力のセレナをベースにしているため、目的地に向かう道中は楽しく過ごせそうです。 長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。